どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。はい、今日の質問は、愛犬が食事を拒否する場合どう対処すればいいですか？はい、ありがとうございます。愛犬が食事を拒否、今ね、本当に多く起きてることなんじゃないかなと思っていて、私もね本当にね、毎週のように聞く、うちの子ご飯食べないんですっていう話ね。で、うちで経験してる話からいくと、うちの子食べないんですっていう子に限って痩せてないってやつですね。霞でも食べてるのって話ですよね。でもワンちゃんたちからすると、食事の問題っていうのは結構ね大事な部分になってくるんじゃないかなって私は思っていて、その食事の問題ってまず何があるかっていうと、ワンちゃんたちが食べない一番の理由って何っていうと、もちろんね、病気とかっていうのもあったりするから、あんまりにも食べない、食が細い、急に落ちた、長く食べてないんですっていう時には、病院で動物病院の先生にね、獣医さんにちゃんと見てもらうっていうことが大事になってくるんじゃないかなと思うんですけども、大体の場合は痩せてないっていうことは、分かりやすく言うと食べたくないっていうことなんですよね。皆さんどうでしょうかね、体を動かさない、頭も使わない、エネルギー使わない、そんな省エネ状態でどれだけ食べられるでしょうって話ですね。一番大事なことっていうのは、ワンちゃんたちからすると食べた分のエネルギーってどうしたいの、使いたいんですよね。うちもそうなんですけど、ワンちゃん預かった時にうち遊ばせてあげたりとか運動すると、まず最初にね何が起きるかっていうと、うんちがすごい、あの小型犬でもねこんな出るっていうぐらい出るんですよ。でこれがね、ワンちゃんたちも体動かさないと出ないんです、そもそもね。なので、もううちに来るとドサッてするっていうパターンが多いよっていうのは、そもそもねお家の中で体を動かしたりすることが少ない。特にね小型犬の子たちって体が小さいからね、家の中でお散歩以外でも結構運動したりとかできたりするし、ハーハーする、疲れる、走り回れる、だからいいよねって思っちゃうことが多いんだけど、全然足りてないね。なので本当にうちに来て外で遊んだりとかお散歩行ったりとか、ランでわーって遊んだりするとすんごいうんちが出るみたいなね、そういうことが多いんじゃないかなと思っていて、でその時にね、やっぱり私たちを見てて思うのが、それでたくさんね、運動してたくさん出たワンちゃんは本当にご飯しっかり食べるんですよ。本当になんかお客さんからはうちじゃ食べませんって言われたのに、なんか間違って別なワンコ預かったのみたいな、そのぐらい食べるね。なので、ワンちゃんたちもご飯本当に食べてほしいなって思った時にしなきゃいけないことって何かっていうと、まずは運動ね、体を動かしてあげる。で、よくね昔もね言ったんですけど、空腹が一番のスパイスじゃないですけど、でもそれって本当あながち間違ってないなと思うのが、私たちもどうでしょうかね。例えば仕事でお昼ご飯食べた時に、たまたまねお客さんが来ました、差し入れに例えばね、なんか買ってきましたよって言われても、なんか自分たちもね、なんか今お腹いっぱいだからなってなっちゃうことって多いと思うんですよね。でもそれが例えばね3時とか4時とかちょっと疲れてお腹空いたタイミングで差し入れ来たらどうでしょう、ナイスタイミング、グッドってなりますよね。そういう感覚ですよね。なのでワンちゃんたちも本当に欲しい時にそれがもらえるかっていうのがすごい大事だよねと思っていて、お腹がそもそも空いてませんで、運動してないからまあいらないよね。でもその状態で我々食べさせたいから、ドッグフードの上に缶詰乗せます、なんか美味しいものトッピングします、でなんかジュースかけてあげます、ワンちゃんそれをなんか一生懸命ね、お腹空いてないのに食べます、だからもっと夜ご飯は食べません、だからもっともっとこうなんだろう、食べるの食べるのって言って思考性に寄せていくんだけども、そればっかりやっていったら本当にワンちゃん食べなくなっちゃうね。なので、ぜひね皆さんにね大事にしてほしいと思うのは、食べないなって思ってる子たちの場合はどうやったら食べさせられるかじゃなくて、まずは運動なので、そこからね入っていただいて、まずしっかり運動をとっていただくっていうところと、あとはねワンちゃんもねそこで、しっかりね、コミュニケーションとってやってってあげると変わってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもねただ単に与えるだけの一方通行のコミュニケーションじゃなくって、お互いに何かをして、でそれに対して何かを得られるっていう喜び、ご飯食べるのってこんな美味しいんだね、こんな嬉しいんだね、そんな瞬間をね作っていけたらいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもねそんな風にしてみたらいいんじゃないかなと思っております。はい、というわけでね、本当に痩せてて本当にご飯食べなくてとか、あとはすごい高齢、持病を持ってます、病気があってとかっていう理由がある場合は、本当にね獣医師さんに見てもらうのが先。ただそういうパターンは本当に稀で、大体は本当になんかワンちゃんからすると、皆さんはわがままっていう言い方をするんだけども、わがままって別にわがままなわけじゃなくって、いらないのに食べろっていうから、じゃあこの中だったらこれだったら食べてもいいですよってなっていくのを我々はわがままって言ってるだけで、しっかり運動をとってあげて、しっかりやってて、お腹空いたら何でも美味しいんです。ぜひね皆さんもね、ワンちゃんの食事に迷ってる時はまずはね運動からしっかりとってみてはいかがでしょうか。